は11月の新製品をたっぷりご紹介していきます、はい、ぜひこちらにある商品最後まで見てください。見てください。皆さんこんばんは。こんばんは。ぜひコメント見えてましたら教えてください。はい、どうですかどうですか、はい、今日はね11月の新製品を一挙大公開してまいります。じゃんこんなにいっぱいあるんですよ。はい、どうですかね。結構入ってきてくださってますかね。はい、ね、あ、ひなたさんこんばんは。あ、こんばんは。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ふなっしーさんもこんばんは。では、はい、始めましょうか。はい、改めまして、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。もうワタプラナイト始まります。はい、本日ワタプラナイトを担当する資生堂パーソナルビューティーパートナーのチーとみこと天の声で5件が参加しています。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。皆さんね、早速こんばんはこんばんはとエントリーもすでにできたって言ってくださった方もありがとうございます、はい、エントリーしてからお買い物楽しんでください。はい、はい、では本日のテーマはこちら、こちら11月の新製品一挙大公開です。イエーイ。どうですか、皆さん楽しみにしていただいてたんじゃないでしょうか。すでに気になっていただいてるね、商品もいくつか新作発表会ということで、そうです、今年は新作です。はい、かなっぺさんから、はい、加湿器加湿器付き、あ、エリクシール買いました。ありがとうございます。ちょっとこちらもね、後ほどご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらずっと湯気になっております。はい、月一の楽しみ来たーと、マキアージュの愛車と買いましたといただいてますね。皆さんマキアージュ買ってきたよとか気になるアイテムたくさんということで、では早速参りたいと思います。はい、こちらね、魅力的なアイテムが続々登場いたしますので、お楽しみください。はい、コメント来てますか、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。はい、グリーンのアイシャドウ気になるだったり、楽しみにしてたよとか、もう気になるアイテムたくさんって来てますね。ありがとうございます。今回本当にね、魅力的なアイテムがたくさん登場するので、皆さん最後までぜひお楽しみにしてください。はい、ではその早速グリーンって言っていただいた大人気のマキアージュからご紹介していきます、はい、ちょっとね、見えますかね、私たち今日後ほど前に行かれます。はい、マキアージュの、あの新しい限定のカラーを使ってメイクをしています、はい、ではこちらを早速みこご紹介お願いいたします。はい、紹介してまいります。では、はい、テクテクコメントたくさん、あ、マキアージュの限定カラー4色買いましたね、はい、ありがとうございます。皆さん待ちきれないです、もう早く早くっていう、シシャモさん、グリーンのアイシャドウずっと待ってましたということで、ありがとうございます。てるてるさんも、てるてるさん、てるてるさん、はい、エリクシールの買い付け気になりますということで、ありがとうございます。ではまずこちらから進んでまいります。こちらですね、マキアージュドラマティックアイカラーですね。こちらなんと待望の新色4種類が数量限定で発売いたしました。はい、こちらはね、この秋冬に大活躍間違いなしのカラーなので、ちょっと一つずつスウォッチご紹介してまいります。はい、はい、もう可愛いって声がすごいたくさん多いですね。あ、本当ですか。皆さんハートもね、ずっとありがとうございますしていただいて、ではこちらね、私実際にスウォッチしてまいりましたので、一つずつお色味ご紹介していきます。はい、はい、まず上からですね、長時間色持ち持続ベース VI151 のミルキーオーロラとなっております。はい、こちらのカラーですね、こちらふんわりニュアンスのラメ感が可愛いオーロラバイオレットとなっております。はい、シャムさんベースはラスイチでしたということで、ゲットしましたか。ありがとうございます。はい、そしてベースとしてまぶたに仕込むことで、透明感のある愛らしい雰囲気だったり、はい、ミステリアスな雰囲気に仕上がります。そうなんです、お色見えますか、ちょっと動かしますね。はい、あ、花姉さん、エントリーはどうやってするのかな。あ、これクーポンのことですね、後ほどご案内しますので、もう少しお待ちください。はい、ありがとうございます。みちるさんもモスグリーンの使い方知りたいですということで、後ほどご案内させていただきます。はい、はい、では続いてですね、こちらが滑らかクリアカラーから RS452 アイスフラワーというカラーになっております。はい、こちらはカラフルなラメや偏光パールがたくさん入った華やかにつやめくピンクローズとなっております。可愛いですよね。はい、とてもね、ほんと綺麗で主役級のカラーなので、こうつけた時のね、こうときめきが忘れられないくらいワクワクするお色となります。そうなんです。では次に皆さん気になっていただいた GR353 ミステリアスリーフとなっております。はい、こちら一番気になるって、はい、結構多いですね。こちらはですね、アクセントにゴールドパールが入った穏やかにキラつやめくモスグリーンです。はい、可愛いですよね、絶妙なモスグリーンって言ったところです。はい、ありそうでなかったですよね、こちらの色ね、欲しかったです。はい、はい、そしてですね、最後に透明感のある輝きラメカラーからSV854 ダンシングスノーシュガーとなっております。はい、これもすごい可愛いですね。これちょっと、ね、そうですね、ここより手に見せましょうか。はい、お願いします。はい、こちらはですね、虹色に輝くザックザクの、はい、こんな感じで甘いお砂糖のような
きらめきをこう目元に与えるダイヤモンドダストシルバーとなっております。見えますか皆さん？見えます？どうですか、はい、ね、この綺麗ですよね、うん、あ、シシャモさん、ゴールドパール、素敵な輝き、そうなんです、キラキラ可愛いと、ポッポさん、ありがとうございます。皆さん、続々と見ていただいてありがとうございます、はい、こちらね、ほんと、まばたきをするたびに、こう、振りしきる雪と踊っているかのようなペアで妖艶な眼差しになるカラーとなります。はい、ということでですね、今日は2人でこちらの4種類のカラーを使って早速パレットを作ってみました。じゃじゃん、はい、こちらですね、現行品と合わせてこちら組み合わせてみたんですが、おすすめの組み合わせパレットということで、一番上が休日リラックスメイクですね。皆さん気になっていただいたモスグリーンに絡めて私が作っております。横春さんがモスグリーンの使い方知りたいですね、はい、ちょうどいただいてますね。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとみこをご紹介してもらっていいですか、はい、実はですね、私今日今アイメイクでこのパレットで作成しております。目元はどうですか？右下にショコラオランジュが入ってるんですよね。そうなんでございます。皆さん気になっていただいてたモスグリーンのカラーですねは、上アイホール全体に伸ばしております、うん。ショコラオランジュはどうやって使ってるんですか？はい、ショコラオランジュ、こちらのカラーは下のまぶたに全体的に入れて、で、このね、ザクザクの甘いお砂糖のようなダンシングスノーシュガーは、この目頭だったりとか、目の下だったりとかにつけるようにしております。シャムさん、かわいいってありがとうございます。おしゃれですってきましたね。はい、ぜひね、ほんとなんかこう、絶妙なモスグリーンっていう感じなので、ほんとにどなたでもお使いいただけるカラーかなと思います。はい、ゴールドパールが入ってることで、もうほんとにね、お肌に馴染みやすいような、はいはい、すごく使いやすいお色味ですよね。そうなんですよ。でですね、続いてこちらですね。うん、引き続き、これよかったらスクショしていただきたいんですけど、はい、次こちらですね。私がですね、はい、特別な日のデートメイクとしてこちらを限定のパレットと組み合わせて作ってみました。はい、あ、ちょっと待ってください、すみません、はい、前さんがエントリーできないって来てるんですけど、うん、後ほどエントリーの仕方は ご案内するのでもう少しお待ちください。はい、すいません、ご迷惑をおかけしてしまって大丈夫です。はい、はい、じゃあちーさんお願いします。はい、こちらですね、私はこのカラーを使いました、うん、はい、このベースにしたオーロラミルク、はいはい、オーロラミルク、ごめんなさい、ミルキーオーロラ、ミルキーオーロラをベースにこちらのかわいい、こちらのですね、はい、アイスフラワーを目元、そしてこちらのショコラノワールを際にちょっとこう入れてる状態です。はい、かわいいですよね、こちらもなんかこう上品なデートにおすすめていた感じですよね。はい、はい、あ、おうちクリスマスにぴったりだから、まいさん今、はい、コメントでですね、ヒラの方がエントリー URL を送ってますので、うん、そちらからよかったら飛んでみてください。はい、タップしていただいて、はい、チェックしていただいてエントリーまで押してくださいね。はい、お願いいたします。はい、あ、ちーちゃんいつもと雰囲気違うの素敵、 ありがとうございます。そうなんで今回、はい、みこはもともとブルベさんで、はい、私がイエベなんですけれどもちょっとブルベカラーをちょっと取り入れてみました。そうなんですか、はい、質問でですね、はい、一重でもグリーン大丈夫ですかって来てますね。もちろんですよ、グリーンのカラー一重さんがお使いになるとすごくこうニュアンスカラーなのでおしゃれに仕上がるかと思います。それこそもう名前の通り、うん、ミステリアスリーフっていう名前の通り、ね、ミステリアスな雰囲気が出てすごくおしゃれですよね。はい、こんな感じでね、新色のパレット4つを使ってお互い別々のメイクをしてみたんですが、いかがでしょうか。はい、皆さんもね、はい、ぜひ他の、ね、パーソナルカラーとは別のカラーでも大丈夫なので、はい、取り入れて使ってみてください。はい、ぜひお使いになってみてください。もちろんね、ブルベさんでも先ほどのグリーンのタイプをお使いになります。私もブルベなのでこんな感じになりますので、ぜひやってみてください。イエベブルベ問わずにね、はい、お好きなお色味をぜひ選択してみてください。はい、カナッペさん、チーさんもメコちゃんもかわいいということで、いつもありがとうございます。エビチリさんも綺麗でありがとうございます、はい、ではちょっとアイカラーも続いてですね、やってきてください。はい、マキアージュからこちらも登場しております。じゃじゃーん、皆さんこちらもゲットされましたか。はい、こちらはまつげケアまでできる美容液マスカラと目元ケアまでできるまつげ&目元美容液が誕生しました。ケアしまくりですよね、ケアしまくりです。 はい、スワッチもう一度見たいですといただきました。ポッポさん、すいません、ちょっとお待ちくださいね、今お見せしますね。腕のスワッチいいですか。はい、かしこまりました。
ちょっと私ね、あの腕の可動域がすごくごめんなさい、こんな感じで。こちらの限定の4色をこの感じ、皆さん限定愛から買いました、買ってきたよって言ってますね。早速限定品なんで、ぜひ今しかないのでね、お得に、はい、どうでしょう、はい、もしよかったらこの角度からすいませんスクショしてください、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとマスカラに戻りますね、はい、マスカラ待ってました。あと目元ケアってダマにならない、すごいたくさんいいコメントが来てますね。そうですよね、ちょっとこちら外させていただきます。マスカラのご紹介といきましょうか。はい、こちらですね、マキアージュドラマティックエッセンスマスカラロング&カール税込み3080円です。こちらのリアルブラックとモカブラウンの2色展開となります。今日はちょっと新商品なので片目ずつこちらをつけていきますね。はい、お願いします。これ本当にすごいんですよね。そうなんですよ、もう大好きで、皆さんぜひ見てください。マスカラといったらダマになるってそんなことないんですはい、でこちらですね、すごくこだわって作られているこちらのブラシなんですけれども、すごく細いのでこう短い毛もしっかりキャッチして簡単にボリュームアップできちゃいます。じゃあちょっとこちらのモカブラウンがですね、こんなちょっと赤みのあるブラウンなんですけど、見えますかね。よく見ていただくと、すっごく細かい毛が、細い毛がね、入ってるんですよね。はい、ではちょっと早速つけていきたいと思います。はい、こちらね、自まつげフェイクファイバーリキッドって言いまして、のメイク効果でですね、まつげ一本一本を伸ばして上向きカールがずっと続くような、そんなマスカラになってるんですよね。そうなんです。あと先ほどダマって言葉が出たんですけど、こちらワックスフリーのマスカラとなっていますので、ダマに本当になりにくいんです。ぜひね、ちょっとちぃ先輩塗ったらみんなにね見せていただきたいんですけど、本当にもう一塗りでね綺麗に仕上がります。はい、こちらね、あとすごいのが、ね、こちらウォータープルーフなんですけど、もうお湯プラス洗顔料でするんって落とせるんですよね。そうなんです。どうですか皆さん、こちらに今モカブラウンをつけました。はい、でですね、下まつげをつけるときはブラシを縦にしていただいて、このようにこうちょっと左右にね、簡単にこうスススッと振るだけで細かい毛もしっかりキャッチしてくれるので、しっかりね、まつげを太くするんじゃなくて、はい、一本一本綺麗にセパレートして長くしてくれるような、うん、そんなマスカラなので、本当上品に仕上がりますよね。はい、あ、コメントでですね、みちるさん、まつげが伸びたみたいに見えますね。あ、まつげ伸びた、皆さんどうですか、すごい、伝わってます、皆さんセパレートしてる、まつげ伸びた、まつげ伸びたみたいですって。はい、あ、ゆうきママさん、うん、そうです、奥舞台でもつけやすそうなブラシって、うんうんうん、そうですね、本当その通りですよね。ちょっとね、私はちょっと二重なんですけれども、ここまぶたのところを少し上げていただいてつけていただくと使いやすいかなと思いますので、ぜひやってみてください。失敗しちゃったって小声、あ、ごめんなさい、ライブだと緊張しますよね、はい、失礼しました。はい、そして次もう一つのですね、リアルブラックがこんな感じで、はい、ちょっとこう艶やかなので、こう目力アップしたい時とかにはすごくおすすめです。ちょっと反対もつけていきますね。はい、エリカタンが綺麗ですねって、ありがとうございます。つけます。こちら先ほどね、まつげケアできるって言ってたんですけど、こちら美容液効果の美まつげケアエッセンスを配合してまして、うん、つけてる間中まつげを集中補修して、根元から張り、腰のあるまつげにしてくれるんですよね。はい、さらにキューティクルまでね補修して、艶やかに導いてくれるんですはい、仕上がりました。下まつげ塗り方上手って、あ、嬉しいです、ありがとうございます。こんな感じで、目力アップしたいときはこちらのリアルブラックがおすすめです。ちょっとこうふんわりだったり垢抜けこなれ感が出したいなって方は、こちらの新しく出たモカブラウンがポイントなので、ぜひねこちら使ってみてください。こんな感じです、見えます、あ、長くなりました。あ、オンラインでブラウンとアイラッシュエッセンス買いました、すごく綺麗、届くのが楽しみです。ホッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私プラスからご覧いただいている方はですね、左上に商品が出ていますのでそちらタップしていただくと商品に飛ぶので、ぜひねこちらからチェックしてみてください。はい、ではこんな感じでマスカラのご紹介をさせていただきました。そしてですね、もう一つ新しいね美容液が出ましたね、みこ、お願いします、はい、すいません、お待たせしました。ちょっとね、今その一つ前に、なんかこのねスクショの一覧もう一度見たいですっていうことだったので、こちらよかったらスクショしてください。皆さん、こちらスクショチャンスです。みこが先ほどやってたのは休日のリラックスメイクで、ちぃ先輩が特別な日のデートメイクですね。はい、はい、ぜひ参考になさってください、はい、ではこちらです。はい、じゃじゃーん、いや待ってましたって声多いですよ。 ありがとうございます。こちらはですね、マキアージュドラマティックアイラッシュエッセンスですね。こちら皆さん、なんとただのまつげ美容液ではないんですよ。ないんですよ。なんとですね、1本4役となっております。4役、はい、どういうことでしょうかね。そうなんです。まずですね、まつげ美容液、目元の美容液、マスカラ下地、
アイシャドウ下地の4つの効果があるんですよ。見たことないですよ。そうなんです。カダッペさんもね、目元の乾燥ケアまでできるので嬉しいですということで、早速買ってくださったんですかね。嬉しいです、はい、ありがとうございます。 EXJSB さん、アイラッシュエッセンスめっちゃいいよって、もうすごい愛用してください。もう皆さんさすがでございますね。こちらね、うん、開けるとこんな感じで、先端にねボールチップがついてるんですよ。珍しいですよ ね。はい、でこちらはですね、まつげとまぶた両方にアプローチできるデザインとなっております。アイシャドウ下地効果まであるんですねということで、そうなんです、1本4役となっております。ではちょっと早速つけてみたいと思います。はい、お願いします。はい、こちらを朝晩2回使用していきます。はい、先端のボールがねふわふわで、はい、すごくね、あの肌当たりも優しくて。間違えた、ごめんなさい、間違えてしまった。間違えた、すいません、間違えました。まずですね、あのこちらのボールチップをですね、まつげのこの際ですね、目の際に当てます。まつげの根元ですね。はい、そうですね、こちらで軽く当てて、全体に優しく塗布してあげてください。はい、でですね、次にこちらのブラシのね、山と内があるんですけど、山側の方を上にした状態でそのままスーッと伸ばしていきます。はい、あ、サンガさん、まぶたもいけるのって来てます。あ、そうです、まぶたもいけます。次ね、使い方一緒にお伝えします。うん、はい、こんな感じでつけます。今のがまつげ美容液ですね。はい、まつげ美容液です。すいません、皆さん失敗してしまってはい、でですね、そしてあの今ね、アイシャドウ下地とかすごく気になっていただいてるんですけど、そのアイシャドウ下地として使用する場合にはですね、こちらのこっち側にありますね。次、はい、目に染みたりしないですかってことで、あ、そうですね、あの私は全然大丈夫かなと思います。うんうん、なるべくね、こう優しくつけてあげるのがポイントですね。で、アイシャドウ下地になるので、そちらの使い方としては、次このボールチップをこのね、まぶた全体に合ってますよね、まぶたの中央にね、はい、まぶたの中央に一旦置いて、はい、で左右に優しく塗り広げた後に、そうですね、はい、次指ですね。はい、そうなんです。指で優しくまぶた全体になじませてあげてください。はい、あげてください。これが目元美容液ですよね。そうです、こちらになります。はい、で、目元美容液のつけ方が終わりましたら、この後マスカラ下地とかアイシャドウ下地として使用する場合は、今の手順通り塗った後に乾いてからアイラッシュカーラーだったりとかアイシャドウを使用するようにしてください。はい、アイシャドウの持ちも良くなってグラデーションもとても綺麗に、ね、なるので、ぜひね、下地としても使ってあげてください。ぜひぜひ。朝は下地よりは、はい、美容液としてお使いいただけますね。石山さん、つけるタイミング知りたいですということで、マスカラをつけていただく前に下地としてお使いいただけますので、そちらでお願いいたします。はい、夜のケアの時は最後ですよね。うん、最後で、お手入れの最後でお願いいたします。さんがさん、すごい楽そうってきてます。 ありがとうございます。 ですよね。はい、しかもね、1本4役で2640円って結構こんな高機能な美容液ないですよ。はい、思いますので、ぜひあの今見ていただいてる私から見ると97名になってるんですけど皆さん全員ご購入いただきたいアイテムになっております。絶対これは購入した方がいいですよね。はい、本当に持ってて損はないと思います。はい、はい、でですね、ここでですね、今ここにありますマキアージュシリーズ全てご紹介したんですが、なんかね、色選びに迷うなーなんて方もいらっしゃると思うんですよ。そういった時はこちらのじゃじゃーん、ビデオでビューティーがおすすめになります。こちらはですね、私たちの仲間でもあるコウメちゃん、ミラミちゃん、ユウコちゃんのメイクの指名コースがスタートしております。で、本日ご紹介したマキアージュのカスタマイズシリーズの中からあなただけのカラーをセレクトしてくれますので、これからね、年末だったりとかクリスマスに向けて自分だけのホリデーメイク見つけてみてください。ぜひね、こちらの気になった方は QR からこちらもスクショお願いいたします。はい、マキアージュの、ね、新作アイテム、はい、皆さんぜひ使ってみてください。使ってみてください。本当にいいアイテムばっかりなので、はい、今回 M さんも寝る前の美容液として使えますかということでバッチリお使いいただけますので、はい、ぜひ使ってください。寝回りそこら中に突き倒しても大丈夫で安心って。あ、そうそうそうです、そうです。もうじわじわとじわじわと次が寄ってきてますので、はい、次はエリクシールお願いいたします。はい、お待たせいたしました。皆さんね、最初からちょっとこちらにも気になってましたよね。はい、あるんですが、じゃじゃん、こちら人気のエリクシールから150周年アニバーサリーセット数量限定で発売になりました。イエーイ。ちょっとね、これ大きいので中開けてみますね。はい、すごいんですよね、この中が。そうなんです。なんとなんとなんと、こちらじゃじゃーん、まず9月にリニューアルしたエリクシールの化粧水乳液のこちら本体にですね、こちらにもございます。じゃじゃじゃーん、いやー、はい、オリジナル卓上加湿器と、はい、こちらにございますアロマ
オイル AF が限定でついてくるセットが、こちら税込み7150円で販売になっております。そうなんですよ、はい、エリクシールの化粧水乳液って2つね、それ買っただけで7150円になるのに、さらにそちらに加湿器とさらにアロマオイル4点がついてるんですよね。こちらあ予約しましたのもいただきました。なんで化粧水と乳液買ったらついてくるみたいな感じですよね、うん、そうなん、本当にお得なので、はい、皆さんこの機会にぜひご購入いただけたらと思います。あそう、ししゃもさん、ししゃもさんお得なんですそうなんです。でこちらの化粧水乳液はですね、厳選された美容液成分配合で肌にハリを与えながら浸透処方で角層深くまで潤いを届けます。なのでこの秋冬すごくおすすめのスキンケアとなります。あコメントでアロマオイルどんな香りですか、はい、できてますね。ああありがとうございます。書いてみますか、はい、あもう本当にね、はい、もうこのお部屋ずっとねこの炊いてたんですけど、すごくいい香りで、そうなんですよね、このアロマオイルはあのエリクシールのスキンケアの香りになるような、はい、シトラスのすがすがしさだったり、はい、フローラルの上品感をベースにしたアールグレイフルーツティーのアレンジを加えた心地よく、うんこうね、生活空間にこうふわっと、はい、入り溶け込む香りとなっております。こちらね加湿器にね少し垂らすとミストとともに香りが拡散するので、ぜひ皆さんやってみてください。で具体的な使用方法はですね、添付の説明書をよく読んでみてくださいねはい、あもう皆さん癒しのスキンケア時間でも買います、超お得だったんですね、ぜひできてますね。そうなんです、すごいお得なので、ぜひね この機会にねお求めいただきたいんです。エリキシーの香り好きってシシャモさん来てますね。本当いい香りします、ね、いい香りですよね。あお家にいたくなる香りですね、うん、そうなんです、本当にもう、はい、そして次がこちらです。じゃじゃん、はい、こちらエリクシールエステティックエッセンス AD 本体税込み6050円、そして詰め替え用が5500円となっております。こちらは頬やフェイスラインに使えるこうローラー付きの美容液で、前出てたんですけど今回新しく進化いたしました。そうなんですね、こちらね普段トレーニングしにくいお顔の筋肉にアプローチできるような構造になっており、効果的にマッサージが可能となってるんですよね。はい、でコメントでですね、加湿器はコンセントですかといただいてます。はい、コンセントです。今ちょっとコンセント後ろで見えないんですけど挿しておりますはい、大丈夫かな。はい、じゃあこちら実際使い方皆さん気になっているのでお願いしていいですか。はい、はい、こちらですね、まず蓋を開けていただいて、今回からあの前回からねお持ちの方はご存知かもしれないですけど、詰め替え用が出たんですよ。なので最初こちら本体開けていただいて、センサー出てるのでピッとシール剥がしてから使ってください。そしてこちらはですね、そのまま押しても出ないので蓋のところを軽くくるっと回していただいて、このローラーと同じ分ぐらいですね、キューッと美容液を出します。はい、そして蓋を閉じます。これで両方ほ、けいこさん詰め替え出たんですね。あ、そうなんです、こちらで、ね、新しくなってさらに詰め替えも出てきました、うん、して顎の4箇所に置いてマッサージする部分にこのローラーを使って優しく美容液をなじませます。うん、はい、あ店員さんに勧められたものがこちら勧めてもらったんですね、店員さんに。ししゃもさん、はい、いいですもんね。そうなんです、すごく気持ちいいですよ。そうしましたらこのローラーをですね、顎からまず耳の下、口角からここの耳の、あ、こめかみの下、こめかみです、こめかみの下すいません、そして目の下ですね、これ優しく引き上げるようにですね、はい、これを反対側も同じように行います。そしてここのほうれい線の部分ですね、この顎下の口角のところから上に向かってスッとまずなじませます。はい、はい、これをね6回繰り返してください。ぜひやってください。あ、形が面白いですねって来てます。もう本当に独特なね、うん、もう形 で、ね、形でございます、はい、そしてここからが今回新しくなったあの美容法になります。ちょっと ご紹介お願いしていいですか。オリジナルの平滑筋ストレッチ美容法っていうものをやっていきますね、うん、はい、まず利き手に本体容器を持ち、反対の手でフェイスラインの下を押さえます、はい、で頬周りをローラーで上方向に肌を伸ばすようにゆっくり滑らせ、目元の下で3秒キープしてから1、2、3離します。で、ちょっと外に行って、また上に上げて、1、2、3。で、もう一回外行って上げて、はい、1、2、3。これを2回やってください。で、反対もね、はい、同じように行います。はい、で、最後ですね、美容液はあの手でしっかりなじませていただくの OK です。うん、はい。で、こちらですね、今ちょっと簡単にご説明させていただいたんですけれども、こ
ちらの美容液の使い方はエリクシール顔の筋トレで検索していただくと動画がアップされておりますので、ぜひ気になった方はこちらをチェックしてみてください。はい、あ、今ともちょさんからエリクシールのアロマ加湿器セットは公式ストアでしか買えないのですかって来てます。はい、お店にもあの数量限定なので店舗にもあの数があればご購入いただけますし、公式オンラインショップ私プラスからでもご購入いただけます。そしてですね、ちょっとこちらですね、じゃじゃん、私プラスでは5日間限定のブラックフライデーというのをやっております。どういったものかと言いますと、裏面見せていただいて、こちら明日なんですけど、先ほどご紹介しましたエリクシールの150周年記念限定キットをご購入いただきましたら、ただでさえねすごくお得なのに、さらにまだ言えないんですけど、そうなんです、プレゼントがついてきます。こちら明日なので皆さんぜひね今日エントリーして明日購入いただけくととてもお得なのでぜひ試してみてください。はい、そしてですね、ママちゃんさん順番はといただいてましたが、さっきのエステティックエッセンス AD はですね、あの朝または夜の化粧水乳液でお肌を整えた後、乳液の後になりますので使ってみてください、はい、乳液の後、クリームの前にぜひ使ってあげてください。はい、で首を押さえるんですね。そうなんです、ここを押さえていただいて、ここをローラーで上に向かってこう転がコロ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 する感じになります。はい、はい、大丈夫でしょうか。顎のたるみとほうれい線は敵って、そうなんですよ。ぜひね皆さんで一緒にケアしていきましょう。はい、アロマオイル他の使えないのと、他の使えないのといただいてますが、こちらはアロマオイルもうセットでついてきますので、こちらを先に使ってみてください。はい、はい、そしてですね、大人気のエリクシールツヤダーミストからじゃじゃん、こちらホリデーウィンター、うん、ウィンターホリデーデザインですね、はい、が数量限定で発売になりました。イエーイ、はい、こちらエリクシールスペリエルツヤ玉ミスト WE 税込み1980円です。じゃあ中身は変わってないんですが、こちらですね、冬の自然なきらめきをテーマにした可愛いパッケージになっていますので、ぜひねこちらもチェックしてみていただきたいです。すごく可愛いですよね。可愛いです、見えますか、ウィンターホリデーコレクション。こちらを最後に、よいしょよいしょ、シュシュシュ、はあ、こんな感じで日中どこでもツヤ玉作ってください。はい、ではここで、すごくお得なクーポンのご案内をお願いいたします。しちゃいます。皆さんお待たせいたします。クーポンご券が来ました。はい、私プラスではね、クーポン皆さん使ってますでしょうか。やばいやばい、すごいカミカミだね、はい、商品ね、こちら3300円以上ご購入いただくと、あの500円オフのクーポンが皆さんプレゼントしております。でね、クーポンゲットのためにはエントリーが必要になってきます。そう、エントリー方法なんですけれども、あの私プラスで ご覧いただいている方はですね、今ねコメント欄にあのURL が出てきてるので、そちらをタップしていってください。そしたら、ね、エントリーページに飛びますので、エントリーできます。で、インスタグラムとツイッターからご覧いただいている方はですね、あのワタプラナイトと検索していただくと、あの今日のライブが見れますので、そこでやるのでぜひタップしていただけたらと思います。でこちらをね、なんだ、 QR コードからもエントリーページに飛ぶことができるので、うん、ぜひ試してみてください。皆さん、ごけんさん、はい、ごけんさん来ただって、ごけんさん来ました。はい、ぜひ皆さん試してみてくださいね。エントリーしてから3300円以上ご購入いただくと500円オフクーポンです。ぜひエントリー忘れないでください。はい、次はね、マジョリカマジョルカですよね。そうなんです、皆さんお待たせしました、じゃじゃん、こちらから今からですね、マジョマジョタイムのお時間です。イエーイ、はい、今回はねとってもワクワクするアイテムが登場したんですよ。出ちゃいましたね。はい、こちらですね、マジョリカマジョルカシャドウフラッシュ税込2090円、全4色展開となっております。こちらももうすでに皆さんゲットされましたか。はい、結構ね発売前から話題でしたよね。そうなんです、こちらはマット、パール、ラメ、グリッターの異なる4質感を一つにまとめたパレットとなっております。どんなね、あの可愛い印象にも塗り方次第でできるので、これ一つでたくさんメイクが楽しめるんですよ。本当に万能のパレットとなっております、はい、あ、いくつになってもまじまじ好きです、可愛いですよね。皆さんまじまじ楽しみにしてましたということで、あ、
かなっぺさんももうあかねずもあかねぐもねはい、あかねぐもアリツ買っていただいたということでありがとうございます。では早速一つずつお色味ご紹介していきます。はい、こちらまずこちらからですね、1番がイエベさんにおすすめのニュアンス感のある絶妙ダスティーオレンジ木漏れ日ダンスですね。で続いて2番がですね、イエベさんにもブルベさんにもおすすめな肌なじみがよく使いやすい王道キャラメルブラウン甘粒リズムとなっております。すいません、カミカミで。で、3つ目が、こちらもイエベ、ブルベ関係なくおすすめの、ふんわりと優しい印象になれる甘さのあるココアベージュ、BE703 稲妻スイッチとなっております。で、最後がですね、あの、カナッペさんもね、買っていただいてる、カナッペさんですね。はい、買っていただいたとおっしゃっていた、こちら、ブルベさんにおすすめの、可愛さを思う存分楽しめるガーリーなミスティーピンク、BK304 アカネグモ、バルツとなっております。はい、あ、イエクさん、稲妻スイッチ買ってました。ました、はい、ありがとうございます。最後言いました。はい。ではですね、この中から皆さん結構まじまじの新作可愛すぎとマルコさんからもいただいてるので、この中からなんと2色今回は実習していきたいと思います。はい、じゃあ今からね、はい、投票タイムでございます。皆さんね、今、からね、みこがね、あのね、実際つけてくれるので、うん、はい、1番、2番、3番、4番気になる、見たいお色を番号で教えてください。カミカミでも可愛いですね。優しいシシャモさん、エリカタさんがマキアージュ悩んでました。参考にさせていただきます。ありがとうございます。ぜひぜひ見たい色ありますか、皆さん。ないかな、ないかな。あ、今のところね、アカネグモワルツとね、木漏れ日ダンスとかが結構 ね、はいはい、ね、フナッシーさんは4番、カナッペさんは1番、チャンドリさん3番、ツルリンさん1番。あ、すごいすごい。1番2番、木漏れ日ダンスがちょっと多めですかね、うん、あ、1番ですかね。14が多いですか。14多いですね、はい。あ、4結構あのこちらの私プラスの方多いですよ、はい、あ、インスタグラムも多い。じゃあ、じゃあこれは1番と4番ですね。あら、非対称的な。ありがとうございます。レベとブルベがトントンってきましたね、はい、ちょっとじゃあ分かりやすいと思うので早速つけていきますね。はい、ありがとうございます。たくさんコメントありがとうございます。木漏れ日ダンスと赤めぐもワルツをつけていきます、はい、つけていきます。ちょっと噛んだらすみませんねはい、皆さんやっぱり優しい。たくさんコメントは引き続きお待ちしております。ではですね、実際に私がこちらに、赤ねぐもワルツでこちらに木漏れ日ダンスをつけていきたいと思います。じゃあまず1番の方が多かったかな。そうですね、はい、じゃあこちらからお付けいたします。パッケージも可愛いですよねってことで。そうなんです、こんな感じでね、なんか手持ちサイズですごい可愛いんですよ。はい、では早速つけていきます。ではですね、まずこちらのですね、ハイライトラメカラーですね、こちらの左、ここですね、このカラーをですね、指で取っていただきます。はい、右下のハイライトラメカラー、ね、ラメカラーです。こちらをですね、まずアイホール全体につけていきますね。あ、ニコちゃん頑張ってきました。あ、優しい。誰ですか、優しい。 EXJSB さん、あ、いつもありがとうございます。マルコさんもね、ブルベなのでワルツでお願いしますってことで、後ほどつけさせていただきます。はい、まずこちらハイライトラメカラーをつけてみました。でですね、続いてですね、こちらのマットシャドウカラーを続いて、あの指でもいいんですけど、今回はよりグラデーションを綺麗に出したいのでブラシを使用してつけていきます。はい、はい、でこちら2回ほど取っていただきますね。でそうしましたら、今売れた今入れたですね今入れた上に入れていきます。はい、はい、このようにね、そのまま上から重ねていただくような形になります。右上の影色、違う、マットシャドウカラーを、そうなんです、マットシャドウカラー。全体につけました。はい、これだけでね、すごいね、綺麗なオレンジのニュアンス感が出ますよね。そうなんです、こんな感じです。見えますか？うん、はい。でですね、そうしましたら、続いて、こちらですね、締め色、影色パールカラーを、こちらね、筆で引き続きつけていきたいと思います。使ってる筆はですね、資生堂半円筆ですね。アイシェーディングブラシです。こちらをですね、続いて目尻から目頭に向かってつけていきます。あ、シシャモさんがミコさんブルベだったような、すごいよく覚えてますね。もう本当に皆さん優しい世界で、ありがとうございます。はい、ブルベなんです、一応。はい、こんな感じでございます。はい、そうしましたら、今ですね、入れた締め色のカラー、ちょっと下にも入れてあげてもいいと思います。ちょっとアレンジしちゃいます。ミコ、何のリップ使ってるの？はい、あ、ありがとうございます。先ひながね、コメントで入れてくれると思うので、はい、そうですね、一応先にご紹介しますこちらですね、マジョリコじゃない、すいません、マキアージュのドラマティックルージュ EX RD305 のカラーを使用しております。
こんな感じです。かわいい、ぜひ使ってみ、ありがとう久しぶりに可愛いって言って言われてました。はい、いつもいじられております。ボケもいじられてますでですね、すいません、引き続き最後こちらですね、フラッシュグリッターカラーっていうカラーを、こちらは指で使用していきます。で、撮るときポイントなんですけど、ちょっと軽くポンポンと押さえるようにつけてください、撮ってください。そうしましたら、こちら黒目の上に乗せていきます。魔女魔女かわいいですね。かわいいですよね。ありがとうございます。はい、こんな感じです。で、このカラーちょっと下にも入れるとかわいいと思います。もうね、4質感が絶妙な色合いで揃ってるから、はい、もうどう入れてもね、すごい綺麗にかわいく仕上がるんですよね。近かったらすいません。こんな感じでございます。はい、ということでこちらがコモデビダンスになっております。で、続いてこちら、ちょっと時間があんまりないようなので急ピッチで仕上げていきたいと思います、うん、はい、ご件コメントお願いします。はい、じゃあ次はね、ミコが茜雲ワルツをで仕上げていきます。まずは右下のハイライトラメカラーをまぶた全体に塗布していきます。はい、これはね、指でいいかなと思います、うん、皆さんたくさんハートありがとうございます。キラキラですよね、すごい。いいねって思ったら右下のハートボタンたくさん押していただければ嬉しいです。ぜひ、あの、頑張る勇気になります。勇気？頑張る励みになります。ありがとうございます。はい、次に右上の、はい、マットシャドウカラーを先ほどね、右下のなんだ？ハイライトラメカラーの上全体に重ねていきます、はい、上から仕上げてください。グリッターいつも落ちてしまって目に入って痛いのですが、指だと落ちませんかということで、そうですね、指でなんかこう横にするというよりもポンポンポンと優しく乗せるようなイメージでつけてみてください。はい、今回マジョマジョのね、こちらのグリッターとてもね、しっとり仕上がっているので、はい、結構ね、密着しますよね。そうなんでございますよ。あ、ネイルも乾いてきますね。あ、優しい、みんな優しくて嬉しいです私は。あ、ハチさん、いい色ですね。はい、こんな感じでございます。そうしましたら最後ですね、こちらのフリッターグリ、フリッターじゃない、フラッシュグリッターカラーをこちらね、石山さん、ちょっとじゃあ指でつけてみますね。このままこんな感じでポン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 と乗せるような形で、優しくで大丈夫です。フリシルオーバー、どっちも可愛いとありがとうございます。ありがとうございます。マルコさん、アイプライマーとか使うと落ちにくいようにしてくってことで、ありがとうございます。教えていただいて嬉しい。なんか、今日、コメントで、あの、コメント同士でね、皆さんお話ししてくださってて、すごい嬉しいです。ありがとうございます。ちょうど先ほどご紹介したマキアージュの、あの、美容液、目元の、美容液をなんか下地とかに使ってあげてもね、落ちにくくなって、うん、そうですね、おすすめですよね。ぜひ。では皆さん、こちらで完成しました。どうでしょうか。で、先ほどですね、残念ながら、うん、あの、選ばれなかった2色もですね、うん、今回ちょっとね、大サービスでちぃ先輩がつけてきてくれました。じゃじゃーん、こちら側に投票から惜しくも外れてしまった2つ、はい、雨粒リズムと、はい、稲妻スイッチをこんな感じでつけてきました。でございます。あ、EXさんが指で使う方がいいですかって来てますね。パール感だというか、ラメタイプは指の方が個人的につきやすいかなと思います。で、マットシャドウとかは結構色がつきやすいので、ブラシの方がおすすめかと思います。あ、さんがマジョマジョってドラコスだからこうやって解説してくれるのよく考えるとすごくありがたいです。ありがとうございます。ではこちらから今からちょっとアップでお見せします。はい。ちょっと目をつぶって、せーの、右。左真ん中。皆さんいかがですか。はい、どうでしょう。結構印象変わるかなと思いますね。はい、ちいちゃんも似合うって来てますよ。ありがとうございます、はい、大人な感じですね、うんうん、そしてラメも可愛いんですけど、うん、この色だと結構大人の、ね、方も使いやすいかもしれない、はい、先ほど言った、ね、使い方なんですけど、裏面に載ってるので忘れちゃったなって方はぜひ、ね、うん、こちら参考にしてみてください。ぜひぜひ、これも、ね、すごく優しいですよね。はい、はい、ではでは、ちょっとお時間が迫ってまいりましたので、続いてのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、続いてはですね、こちらになります。はい、こちら、はい、だって裏返ってしまいました。こちらはですね、店頭でなんと大人気のプリオールからお得な数量限定品のご紹介です。はい、こちらプリオールカラーコンディショナー N 税込み1408円となっております。これね、あの、髪に少しずつ色合いを与えて気になる白髪を目立たせない、毛先まで滑らかでツヤのある美しい髪色にするカラーコンディショナーなんですよ。
今回はそこにですね、なんとお得な数量限定セットとしてリンクルビコルセットゲルサンプルが付いております。6回分付いてるんですよ。こちらオールインワンになってますね。このですよね、はい、オールインワンタイプのものが一緒に付いてきます。はい、出たプリオールということでありがとうございます。はい、こちらもねぜひお得になりますのでゲットしてみてください。はい、では最後、はい、そして最後ですね、次はですね、はい、次はこちらです。じゃじゃん、皆さんこちらもう見られましたかね。はい、最後はブランド聖堂ですね。はい、人気の限定ホリデーん人気の限定ホリホリデー限定アイテムをご紹介ですね。はい、こちらなんですけど、今年の聖堂はホリデーは折り紙をモチーフとしたデザインになっています。なっています。はい、中でもこう押し花のね、中でもすいません、ごめんなさい、一押しの一押しのアイテムが押し花一押しです。はい、こちらです。はい、資生堂シワ研究32年の本気が突き止めた新シワ改善策ですね。資生堂のバイタルパーフェクションリンクルリフトディープレチノホワイト5が可愛い折り紙のデザインになって登場しました。こちら税込み 14,740円です。新さんつぼってしまいました。はい、すいません。あ、パッケージ可愛いデザイン好きです。あ、バイタルパーフェクションリンクルクリーム買いましたよ、豊梨さんありがとうございます。こちら純粋レチノールを含む5つの有効成分を配合したもうすごい高機能クリームなんですよね。はい、シワ改善をしたい方、また目元に透明感や明るさが欲しい方にぜひ使っていただきたいです。はい、あ、ちょっとした、すいません、頑張ります。すいません、失礼いたしました。そしてですね、こちら今ご紹介したアイテムがお得に買えるクーポンがこちらです。はい、皆さんぜひね、商品3300円以上お買い上げの前にエントリーを忘れずにしてください。エントリー方法は私プラスでご覧いただいている方は下のコメント欄で、インスタグラムとツイッターからご覧いただいている方はぜひ私ワタプラナイトと検索していただくと今日のライブが出てきますので、そちらのコメント欄からぜひ行ってみてください。で、ね、はい、ここの QR コードからも飛べるのでぜひこちらからエントリーしてから3300円以上お買い上げで次回使える500円をクーポンゲットしてみてください。はい、あ、ひしゃもさんがね、いつかごけんさんのアイメイクしてください。あ、確かにごけんくんのも見たいですよね。じゃあいつかしましょうかね。ふなっしーさん初エントリーです。はい、ありがとうございます。皆さんね、すごく、はい、たくさんご紹介したんですけれども、うん、今回のライブはいかがだったでしょうか。はい、クリスマスシーズンでワクワクの新商品がたくさん発売されております。はい、で、私のですね、一押し、勝手に喋るんですけど、私の一押し、先ほどご紹介したこちら、マジョリカマジョリカのシャドウフラッシュがおすすめになっております。はい。ちぃ先輩は？はい、私はですね、はい、もうここにございます、アロマのこの限定セットがついた、エリクシールの化粧水乳液の150周年限定が、おすすめでございます。はい、あ、めっちゃ楽しかった、楽しかったです。はい、まだあります。少々お待ちください。はい。はい。めちゃくちゃ楽しかった。まだあります。ありがとうございます。でですね、皆さんちょっと SNS のご紹介をさせていただくんですけれども、ちょっとまだ聞いてくださいね。まずこちらですね。私たち SNS、インスタグラムやってまして、この後、ライブの終わった後ですね、うん、こちら、巫女のアカウント、巫女資生堂のアカウントでアフターライブをします。はい、ね、このライブじゃ拾いきれなかった皆様のね、質問だったり、なんかちょっとね、ハテナがね、たくさん拾えるので、なんか、気軽にぜひ、こちらのライブもね、はい、お越しください。ぜひね、こちら、巫女資生堂をね、フォローいただくと、この後、8時50分から、50分からやります。ライブをするので、ぜひやってください。はい、50分からやるライブには、ここにご紹介できなかった、ある商品も登場しますので、はい、ぜひこちら見に来ていただけたらと思います。はい、巫女資生堂です。はい、3人でね、ちょっとやらせていただきますね。嬉しいことにですね、はい、楽しかったですとか、はい、けいこさんは、私も深呼吸楽しすぎて。ありがとうございます。アフターライブ見なきゃ、フラッシュさんぜひ来てください。メンズメイク、いとこが知りたがってます。あ、本当ですか。あ、ぜひご犬のアカウントをフォローしていただけると、ね、たまにライブしてるのでぜひぜひ見てあげてください。そちらでお話しできたらと思います。どうですか、どうですか。はい、あ、皆さん結構楽しみということで、ぜひアフターライブで楽しみにお待ちください。はい、アフターライブはインスタグラムのミコの、アカウントから行います。そうなんです、インスタ限定でございます。こちらはミコ資生堂で検索していただきますと出てきます。はい、お願いいたします。ご健君にメンズ向けクリスマスプレゼント選出してほしいって。あ、確かにその企画も、ま、それもやりますね。もしやもしやメンズ向け企画ですね。はい、
ということでですね、はい、じゃあ次の告知をさせていただきます、はい、次回はですね、なんと皆さんこちらも楽しみだと思います、はい、11月24日20時より2022年下半期ベスコス受賞商品をご紹介。イエーイ。あんなものやこんなものということで、今年も何が受賞したのか、ぜひこちらでお楽しみになってください。皆さんいかがだったでしょうか、はい、楽しかったですかね、はい、ぜひ欲しいアイテムあったよって方は左下の、ね、ハートボタンで教えてくださいね、皆さんアフターライブも行きますということで、ぜひお待ちしております。はい、ご返事に始まります。では本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次のライブでお会いしましょう。ありがとうございます。皆さんエントリーしてからエントリーしてくださいね。エントリーカミカミでごめんなさい。アフターライブするんで、こちらでも3人とも出ます。見てください、次回も、はい、ありがとうございました。